今回は柿と柚子を使って食べるサプリ柿柚子を作っていきたいと思います。柿と柚子の出荷がちょうど重なるほんの短い期間しか楽しめない貴重な一品。毎年この時期になるのを待ってはせっせと作って食べているほどお気に入り。一度この味を知ったらやめられないですよ。早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずは柿と柚子を用意します。柚子は皮ごと使うのでよく洗ってくださいね。洗ったら軽く水気を拭き取っておきましょう。柿は甘柿の次郎柿や富有柿がおすすめ。今回は富有柿を使っています。ちょっとガタめのものを使うのがポイント。おっと、種ありでしたね。種が入っている富有柿は味が濃く甘みが強いんだとか。ヘタを取ったら柿を1センチ幅くらいのくし形切りにします。皮を剥きます。柿は昔から柿が赤くなれば医者が青くなるとも言われているほど薬効の高いフルーツだと言われています。柿に含まれるビタミン C やビタミン A は粘膜を強くし免疫力がアップ。風邪の防止、がん予防、アンチエイジングにも効果が期待されます。豊富なカリウムにより血圧を正常にし、食物繊維による便秘解消効果、ペクチンによるコレステロールの抑制、血糖値の急上昇も抑えてくれます。まさに食べるマルチビタミンといった感じですね。柚子は半分に切って薄くスライスしていきます。柚子は種が多いので切りづらいですが、種を取り除きながらスライスしていきます。柚子は皮に栄養がたくさん含まれるので皮ごといただくのがベスト。冬至に柚子を浮かべた柚子湯に入る理由の一つに、柚子湯に入ると風邪をひかずに冬を越せるというものがあります。柚子に含まれるヘスペリジンという成分には毛細血管を広げ血流を良くし体を温める効果が期待できるそうですよ。残っている種を取り除きます。種は捨てずに取っておいてくださいね。種はひとまとめにして小さい器に移します。ここにお醤油を注いで一晩置いておくと柚子醤油になります。すごく美味しいのでやってみてくださいね。あとは蜂蜜をあえるだけ。蜂蜜は柚子の大きさによって増減させます。今回は比較的大きい柚子だったので、蜂蜜は大さじ3杯入れました。蜂蜜を入れることで柚子の白い部分が溶けて柔らかくなり、苦味が感じにくくなります。よく混ぜ合わせていきます。混ぜるたびに柚子の香りがふわっと広がり、それだけで癒されます。すでに美味しそうですが、ここでぐっと我慢。ラップをして冷蔵庫で一晩寝かせます。
晩経ちました。ツヤツヤしていて美味しそうですね。浸透圧でエキスがよく出た証拠です。柚子の皮がしんなりしているのがわかりますね。柿の色も少し濃くなっています。味がよく馴染んでエキスも出ています。今回は一晩寝かせましたが、待ちきれず1時間ほどで食べてしまうこともあります。寝かす時間が短いと柿はパリパリ、柚子の酸味も爽やかです。寝かす時間が長くなると柿はしっとり柔らかくなり、柚子も柔らかく甘みが移り、柿と柚子が一体となったデザートへと変化していきます。なのでたくさん作って保存容器に入れておけば、少しずつ味が変化していくのを楽しむことができますよ。いただきます。おいしい。柚子の香りがお上品。一晩寝かせたことで、ガタメの柿は程よく柔らかくなっています。食感がちょうどいい。柿の甘みと柚子の酸味と苦味が合わさると、今まで味わったことのない上品なお味になります。香り高い柚子と柿の甘みが溶け出したエキスは、柚子茶にしていただくのがおすすめ。とろとろに柔らかくなった柚子も一緒に。お湯を入れると柚子の香りが一気に広がって癒されます。すっきりとした甘みが飲みやすい。柚子の皮も甘酸っぱくて、苦くないから噛めば噛むほど香りが広がります。体がじんわり温まり、心もリラックスできますよ。今の時期しか作れない柿柚子、いかがだったでしょうか。柿と柚子の栄養を余すことなく使い、素材の味を何倍も美味しくさせる食べ方です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。